警察キモ門道卓、高知県上郡ビラフ村、大技にらいの出土は、高知県上市にある、宗教法人の大川上三好夫神社が所有する、大小二個の道卓。同市河北町にらいので出土したとされ、弥生時代に、同地で行われた祭祀で使用されたとされる。現在は、上市立柳瀬高志記念館に保管されている。日本国の重要美術品にして、 高知県保護有形文化財。銅鐸図高さ75.7センチメートルと67センチメートルの大小2個の突線化サタスキ門銅鐸である。大小量銅鐸は、柱が縦長の小判型で、外周や門様体の区画部分に突線が用いられ、相当家門の飾り耳が柱の上部に1個と柱の左右に、それぞれ1個ずつ、 半円形の突起2個を並べた飾り耳がヒレの左右に、それぞれ3個ずつの、計9個が飾られていることから、銅卓の分類上、突線中3式に属する。また、身の表裏は、毛ざたす気門と呼ばれる、斜号詞分の帯で、それぞれ6区画の、計12区画に分けられている。銅卓は、身の第1、第2および、第3、横帯部分では、縦帯が貫かず、 第四横尾では、縦帯が貫き、軸突線がない文様から、近畿 IIB 式に分類される。現在は、飾り耳の片方4個のうち3個は飾り耳株、残り1個の飾り耳と共にヒレ株に当たる1、3、および、2株の片持ち穴の一部をそれぞれ欠損している。銅卓は、身の縦帯が、すべての横尾を貫かず、軸突線がない文様から、 近畿や式に分類される。現在は、中の三個及び片方の下部の一個の飾り耳並びに、三部の片持ち穴の一部をそれぞれ欠損している。欠損した中の飾り耳部分は三角形の突起が残る。図案から銅鐸よりも銅鐸がより工芸的に優れている。本銅鐸は二個ともその形式から、弥生時代の銅鐸が盛んに作成された時期終末近くに、 機内で制作されたものであるが、文様の違いから異なる工房で制作されたと考えられる。大河上三好夫神社。所有者にして、旧保管場所。上市立柳瀬隆記念館。現保管場所。弥生時代に、機内で制作された、本堂宅は、高知県上市河北町に来区の周辺に移され、同地での祭祀に使用された。その後の経緯は不明であるが、 長く埋設された状態であった、本道宅は、1746年以前に、道地から掘り起こされ、道地近くの大川上三吉婦神社に、宝物として保管されることとなった。江戸時代中期の儒学者である、植木京元が記した、土佐国の地理士、土、洋炎武氏によれば、本道宅は、竜宮よりもたらされ、雨天に本道宅を叩けば大風雨になると伝えられていた。 現在、同社の所有として、公益財団法人、柳瀬隆記念アンパンマンミュージアム振興財団が、運営する上市立柳瀬隆記念館に、保管されている。文部大臣の松田賢治は、本堂宅が、歴史上または、美術上を特に重要なる価値があるものとして、1934年9月1日に、今朝たすき門堂宅高知県上郡ビラフ村、 大技にライクの出土として、重要美術品に認定し、本堂宅の国外への輸出または、移出を規制した。その後、根拠法である、重要美術品等の保存に関する法律は、文化財保護法の施行により廃止されたが、本堂宅を含む、同法施行以前に認定された物件に対しては、現在も、なお有効であるものと規定されている。これとは別に、 高知県教育委員会は2002年3月29日に高知県文化財保護条例第4条第1項の規定により本道卓を下座タスキ門道卓として高知県保護有形文化財に指定した文化財保護法上同法の規定により文部科学大臣が指定した文化財を地方公共団体が条例に基づき指定することはできないが重要美術品については そのような規定はないため、現在、本堂卓は、重要美術品、高知県保護有形文化財の異なる二つの側面を有している。ありがとうございます。